今日は私の方から冒頭一つございます。来週3月19日火曜日から22日の金曜までの日程で、バーレーン王国のサルマン皇太子殿下が実務訪問賓客として来日いたします。安倍内閣総理大臣は滞在中のサルマン皇太子殿下と会談する予定です。今回のサルマン皇太子殿下の来日は昨年4月のハマド国王陛下の来日に引き続いて日本とバーレーン王国とのさらなる関係強化を図ることを主な目的とするものでありまして、政府といたしまして心から歓迎を申し上げるところでございます。なお皇太子殿下とサルマン天皇陛下とサルマン皇太子殿下とのご会見も予定をされております。私の方からは以上でございます。はい、それでは質疑に移らせていただきます。ご質問のある方どうぞ。あ、吉永さんどうぞ。毎日新聞の吉永と申します。すいません、今発表したので安倍総理と会談予定の日取りはいつでしょうか。日取りはまだ調整中でございます。その他のご質問ございましたらどうぞ。ひろちさんどうぞ。NHK のひろちです。中国でですね、今日習近平氏がですね国家主席に選出されましたけども、これについてですね、これを受けて外務省としてどのように日中関係改善に、取り組んでいくお考えか、現在調整中のですね、日中韓サミットの時期なども含めて、今の検討状況を教えてください。まずは日本政府として、習近平さんはじめ、新しく選出された指導部に対しまして、心から祝意を表したいと思っております。もうたびたび申し上げてありますけれども、日中関係、これは、我が国にとって最も重要な二国間関係の一つでありますし、日本と中国はこの地域のみならず国際社会の平和と繁栄のために責任を有する国家であると、そういうふうに認識をいたしております。我が国として中国の新しい指導者とともに大局的観点から戦略的互恵関係を築いていく用意がございます。安倍総理たびたび述べておるわけでありますけれども、我々の中国側との対話のドアは常にオープンであると、こういうことでございます。それから新指導部のが誕生したことを受けて、日中韓の関係をどうするかと、こういうことでありますが、日中韓サミットというものがございますが、この日中韓サミット、そして日中韓外相会議につきましては、今年の議長国、これは韓国でございます。韓国が議長国として調整をこれ今後することになっておりますが、現時点ではまだ日程等は何ら決まっていないという状況でございます。この日中韓サミット、これは我が国が提案して始まったものでございます。日中韓三国ともですね、未来志向で協力を進めていくということで一致をしているわけでありまして、本年も議長国である韓国のリーダーシップのもとに引き続きしっかりとした協力を進めていきたいと考えております。はい、その他ございますでしょうか。はい、二階堂さん。朝日新聞の二階堂です。の関連なんですが、習近平さんがトップになったことで安倍総理から何かこう祝電とかそういうのをお考えになっているのか、また今後中国の方でも外交部の方でですね、新体制が決まって岸田大臣とのパートナーになる方が決まったら、またその日中の外相同士で何らか岸田さんの方からこう祝意とかメッセージとか出す予定があるのかどうかお聞かせください。安倍総理からはですね、新国家主席に対しまして、祝電を
時間的にはどうなんでしょうか、発出をしたのかな、今時間帯はいたしました。岸田さんについても、一般の外交儀礼上のですね、対応はされるものと思います。はい、どうぞ。その安倍総理からの祝電って内容はどういうような内容なんですか。内容は細かくは申し述べませんが、お祝いを、就任のお祝いを申し上げたということです。その他よろしいでしょうか。はい、よろしいようでしたら終わらせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。